はい、今ボッシュに来てますけども、まあ、ボッシュは世界最大の、自動車部品メーカーと思われてますけども、実は自動車が誕生する前から歴史があったんですね。まあ、蒸気機関とか馬車の時代から、まあ、ボッシュはさまざまなヘッドライトとかいろんなことをやってたので、ドイツでも、まあ、ヨーロッパ全世界でこのボッシュは、まあ、知らない人がいないぐらいで、自動車メーカーに部品技術を納めるだけじゃなくて、やっぱりこう一般の人たちへの B2C のビジネスもやってますので、非常に幅広い技術を持ったサプライヤーというふうに言っていいと思うんですね。で、特にこの自動運転の領域では、レーダーからありとあらゆるものを、電動パーツからありとあらゆる技術をボッシュは R&D して、まあ、特に世界中の自動車メーカーに供給する、そんな、まあ、まさにこう巨大なあのサプライヤーと同時に、まあ、非常に深い技術を持った、企業です。今回、まあ、自動運転だけじゃなくて電動化においても、まあ、最近は 48V バッテリーということが、まあ、言われて、最近のアウディとか、メルセデスベンツも 48V が出てきてはいるんですが、まあ、その辺もかなりボッシュが、リードしている領域の技術だと思いますね。あと私たちに身近なところでいうと、いわゆるイベントデータレコーダー、まあ、走行中のデータをデータをロギングする、あるいはぶつかった時のクラッシュデータレコーダー、まあ、これもですね、まだ基準化とか法整備にはなってないんですが、事実上の、まあ、ボッシュのシステムがデファクトになってるんですね。まあ、そういう意味で、まあ、ボッシュなくして実は日本の自動車メーカーも車が作れない状態になってます。日本の、まあ、迎え撃つ日本のサプライヤーも、まあ、目指せボッシュということで、日本電装あるいはアイシンが非常に頑張っていますが、まあ、その歴史の深さと、技術領域の幅の広さでは、まあ、ボッシュにかなうサプライヤーはいないと思います。はい、今横浜ゴムのブースに来てます。ちょっと気になったのでこう止まってみたんですけど、インテリジェントタイヤコンセプト、これはどんな新しいタイヤなんでしょうか。はい、タイヤというよりはこの中にですね、センサーを、あ、ここね、はい、このセンサーがタイヤのいろんな情報をクラウドに上げて、まずは空気圧、まずは空気圧、温度、温度、うん、はい、そういうところです。で、将来的にはタイヤの摩耗状態とか、摩耗、はい、摩耗どうやって見るんですか。摩耗はあのトレッドの振動とか、うん、そういうものから、摩耗を検知できるんじゃないか。ああ、減ってくると振動数が上がるんですね。はい、はい、硬くなるみたいな、単純な摩耗とか、あと変摩耗、変摩耗ね、そういうもの、はい、でなんかそこだけじゃ面白くないんだけど、最終的には路面の摩擦係数が分かると美味しいですよね。そうですね、美味しいです、ね。まあ、そこに向けて、はい、ますます技術が、はい、はい、まあ、黒いただのゴムと思ってましたけど、最近はここに知能化されて、そのデータがクラウドに上がって、いろんなこうビッグデータとして車両あるいはユーザーに還元されて、まあ、タイヤ、まあ、サレードタイヤなんですが、命を乗せてますから重要ですよね。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。はい、大きい声じゃ言えませんが、今ドイツのコンチネンタルのブースにいますが、隣がボッシュなので、ここはドイツ企業の巨人と阪神みたいなライバル関係です。もともとボッシュはタイヤを持ってないんですね。で、コンチネンタルはタイヤメーカーから端を発して、テーベスというブレーキメーカーを買収して、アメリカのオートモーティブテクノロジーの部門も買収して、まあ、最近はシーメンスもということで、まあ、目指せボッシュということで、まあ、このコンチネンタルがいろんな企業を買収しながらどんどん大きくなっていったっていうのがこのコンチネンタルグループです。ですからここは、ブレーキ、ABS、タイヤ、自動運転、まあ、最近ではそのインジェクター、電動化技術、まあ、自動運転に関するセンサー、さまざまなことをやってるんですね。で、唯一ボッシュになくてここにあるのがタイヤなんですね。で、コンチネンタルタイヤは、まあ、日本でもよくドイツの車に昔は付けられてきたんですけども、まあ、最近はですね、 NSX がコンチネンタル付けたりして、なかなか悪くないんですね。で、まあ、もちろんミシュランという大御所がいますが、ブリヂストン、ミシュランに負けずとこのコンチネンタルもタイヤ部門で頑張ってます。自動運転からタイヤまで、ブレーキから、さまざまな領域でドイツのコンチネンタルグループが活躍してる、まあ、日本にも基地を持ってますから、デポを非常にこう積極的に、自動運転の実証実験にも参画してます。
ここはブリヂストンが JAXA と共同開発している月面着陸車のタイヤなんですね。で当然月ですから空気がないので、このタイヤは空気がいらないタイヤで、実はこの JAXA のプロジェクトは、確かメガウェーブの、燃料電池の未来が置いてあるところに JAXA の、まあ、ロケットが置いてあるんですね。でそこに、まあ、月面下を走る車の、ちょっとしたこういうモデルが置いてあって、そこのタイヤがブリヂストンが供給しているということで、まあ、ついにその宇宙に日本のタイヤが出ていくという時代になりました。すごいね。